女を狙え、ユダヤの商法より引用。男というものは働いて金を稼いでくるものであり女は男が稼いできた金を使って生活を成り立たせるものである商法というものは他人の金を巻き上げることであるから古今東西を問わず儲けようと思えば女を攻撃し女の持っている金を奪えというのである詳細が人並み以上に備わっていると思う人は 女を狙って商売すれば必ず成功する反対に商売で男から金を巻き上げようと思うと女を相手にするより10倍以上も難しいというのはもともと男は金を持たないからであるはっきり言えば金を消費する権限を持っていないのだ私のなりわいである人力車業もターゲットは女性です観光人力車を例にとりますと 女性を二人、カップル、ご夫婦等、ほぼ女性主体の二人組のお客様が中心です。また、収益の柱である結婚式関連も女性のご希望で制約に至るケースがほとんどです。